学歴に関して思うことがあるって聞いたんですけど、はい、一番学歴 のリソースというか、そういうのもちょっと今後なんか学んでいきたいなと思ってるんですよね。手段が目的化してる人が世の中に非常に多すぎて、英検ね、ほら、そんなにやめろお前、もう終わっちゃう。もうちょっと足を。いやもうすごいもうおっさんの席やもう。どうで始まりましたテッションです。さあ今回はですね久しぶりに山尾先生おいでいただきました。どうも山尾です。はい、はい、というわけで、はい、山尾だったんですけども、はい、なんかちょっとね最近学歴に関して思うことがあるって聞いたんですけど、はい、いや最近じゃないですよ全然、ずっと学歴をテーマにして、はいはい、生きてきてますんで、そんなことが、はい、いやなんかそこでふとちょっと思ったのが、はい、学歴について森哲さんと熱く語りたいなと思って、おそうなんですね、はい、ありがとうございます、はい、だから逆にその森哲先生がどういう風に学歴に対して思想を持ってるのかとか、その辺もちょっと聞ければなと思ったんですけど、了解です、はいはい、でちなみに一番最後学歴っていうとコンプレックスって言葉が結構ついてくるかなと思うんですけど、はいはいはい、森先生実際なんか学歴コンプみたいなのあったんですか？いや僕はもともと予備校の先生がその東大出身で東大英語ってやってたんで、はい、だからあ東大行かなきゃいけないんだっていう感じでしたね、コンプレックスとかではなく、はいはいはい、ただその現役の時に千葉大落ちた時は、はい、ああこれはやんなきゃって思って、はい、まあ、そこから学歴ってものを知るって感じでしたね。もともと経営を目指した、まあ、理由ってのはどんなところですか？最初はもともと現役の時、まあ、横浜出身だったん で、はい、で千葉の高校ですけど、はい、横浜戻りたいなって思って、はい、まあ、横国とかなのかなって、はい、まあ、オーソドックスね、はい、もういわゆる私立とか考えたことがなかった人間だったんで、でもあちょっと数学も苦手だし、はい、無理だなって思って、はい、で千葉大だったら、はい、まあ、千葉いて、うん、いや国立だし、はい、まあまだ可能性あるかなみたいな感じでやってって、はい、でまあずっと言い張ってだったんですけど、はい、センター試験だけ A 判定取って、はい、でいけるかなと思ったら2次でダメで、はい、でその時にじゃあどうしようと、また千葉大目指すのもいいけど、はい、どうせやるんだったら、まあ、できなかったのが英語、はい、国語世界史だったんで、はいはいはい、だから私立文系コースにしようと、はい、であとまあ小論文っていうのは役立つっていうのがやっぱり聞いてはいました、はいはい、役立つっていうので世の中役立つっていうの で、はい、すごいでまあ国語も一番苦手だったのが国語だったんで、はいはい、早稲田か慶応だったら慶応ボーイってなんか名前いいし、どっちかで早稲田っぽいですね、慶応というよりかはそれで行こうって思って、はい、まあ、やっぱ古文漢文とかが一番苦手だったんで、ああなるほどね、そこもないのも大きくて、それで、はい、まあ、慶応にしようと思って、まあ、だその英語の先生になろうと決めてたんで、はい、まあ、文学部だろうはいはい、じゃあその時にその東大を目指さなかったのは勉強の期間がちょっと足りなそうだなっていう、そうですね、もう最初に私立文系のコース入った後に、うん、その先生が東大なんで、はい、あそっか東大行かなきゃいけないって言って、はい、あじゃあ大学院から行こうってその時決めました。なじゃあとりあえずそうですね、学んで、まあ、長期的に、まあ、東大の大学院に入れば最後東大卒ですからね。そうです、はい、それで、まあ、それを浪人時代に思ったんです、お考えて、はい、これだったら いけるわで、はい、でその通りにやりました。そうですよね、はあ、なるほど。じゃあそれで、まあ、東大の院も行って、まずしっかり専門的にもやられて、はい、今の職業ですね。そうそうそう、はい、なるほど、いいですよね。これが僕あの一番学歴のリソースというか、あのちゃんとその目的があって、そこに対してこの学歴取っていくわけじゃないですか。そうですね、はい、いやこれが僕あの一番正常だと思ってて、でただ中にはそのやっぱりやること決まってないんで、やっぱ可能性を増やすっていう意味でやっぱ学歴というのを取りに行きたいと、はい、でやっぱりその人間の結局欲求ってやっぱその承認欲求とか、まあ、大きいわけじゃないですか、うん、50、60になってもなんか大学行きたかったとか、なんかそうお金持っても結局さえ学歴欲しいみたいな人もいるわけじゃないですか、うん、なんでまあそういうところは、まあ、あの学歴取りに行くのはいいのかなと思うんですけど、うん、結局その人間がどこでこの学歴コンプレックス生まれるのかなっていうのは、僕もちょっといろいろその学歴に関して発信をしてて結構思うところで、僕自身は、まあ、学歴はまあ好きなんですけど、なんかそのどこまでなんか必要なのかとか、学歴ってそのすごい奥が深くて、うん、なんかそれに関してしっかりが論じられてるなんか文献とかちょっとあるのか分かんないんですけど、うん、僕見たことないんで、だそういうのもちょっとなんか今後なんか学んでいきたいなってちょっと思ってるんですよね。なんかその今森田さんの話を聞いて、やっぱ一番これが理想であるんですけど、多くの人がその学歴に対して、学歴って手段じゃないですか、はい、要は先生になるための東大、はい、うん、手段であるのに、
その手段が目的化してる人が世の中非常に多すぎて、でそれが結局日本社会の学歴社会だと思うんですよね。どんどん腐食されていってると思うんですけど、そこがやっぱりコンテンツになってしまうぐらいのやっぱこの学歴っていう深いこのなんか闇なのか、なんか深い闇習慣なのか、まあ、学歴コンプレックスみたいな、ね、はい、学歴っていうのがまあ何なんですかね、この巨大な怪物、巨大な怪物みたいな学歴っていうものをしっかりこの説明書じゃないですけど、なんか扱える説明できた人ってあんまりいないんじゃないかなと思って、なんかそこを僕語れたらいいかなと思ったんですよね。はい、すごい今からなんですね。そうなんですね、だいぶ喋りましたけど、そうすいませんそう、でも山火さんはね、はい、だってどうして早稲田を目指したんですか。いや僕は本当に自分に自信が欲しかったからなんですよね。もうそれだけですね。でそのなんで、まあ、名のあるところに行けば、まあ、僕他に大学入るまで何も頑張ったものがなかったんで、うん、勉強恋愛と か, なんかスポーツとか、うん、何もなかったんで、このまま行ったらなんか人生がそのままで終わると思ったんで、なんか頑張んなきゃで形に残るものしいなってことで、まあ、学歴手に入れようっていう、まあ、多分よくあるやつだと思うんですけど、うん、だからまあそれ結局手に入れた後もその早稲田がいいところか悪いですとして、まあ、自分の中にその学歴コンプレックスが満たされて、うん、じゃその次にやっぱり結局なんか次のこのなんか欲望とかたくさん出てくるわけじゃないですか。はい、性欲性欲性欲、いや性欲わけじゃないですよやめてください、その誰が性欲まみれの男ですか本当に僕の今のなんか学歴に対する見解としては、学歴にとらわれたら負けかなみたいな、なんなんですか、なんか欲望みたいなもんですかね。あ、欲に負けちゃう、欲に負けると結局人生破滅するじゃないですか、はいはい、学歴もなんか正しく扱えば良くなるし、ダメに扱ったら自分にマイナスに影響があるし、なんかまあ言うならばお金みたい、お金と一緒なのかなみたいな、ちょっと学歴が抽象的に何言ってるか、うん、こいつ何言ってるか後で自分で動画見て思うかもしれないですけど、やばいこれ、はい、お蔵入り、お蔵入りになるお蔵入りしてください。でもじゃあ何だと思います、逆に学歴って何なんだろうみたいな、まあよく言われるのは、はい、信用とかね、よく言われるじゃないですか、そこは確かにあるはあるわけですね、はいはい、なるほどなるほど、書類で落ちない絶対に、うんうんうん、どこでやっても必ず行きますし、なるほど、で今会社持ってやっててもやっぱ思います、うんうん、はい、どこ大ですとかっていうだけで信用度がポンって上がるっていうのはことですよね。あります、はい、経験あります、いやもちろんあります、はい、あの僕学生時代にちょっと起業してたんですけど、中卒の友達と一緒に投資家の方でお金借りに行ったんですけど、その中卒の人は一人いたんですけど、その時はちょっとやっぱ借りられなくて、じゃあ僕が後から行ったら、あ、じゃあ君は後輩だからちょっと貸す、はい、とかっていうのがありましたし、まあ、やっぱりなんか実績を出してるんだねっていうのを努力した証として評価された時はありましたね、うん、やっぱりクレジットカードとかもね、はい、早稲田カード、慶応カードあるぐらいなんで、はいはいはい、大学生でも作れる、今持ってますけどね、お、はい、早稲田カード、はい、大学生でも作れるっていうのはあるし、はい、でまあ塾業界が長いんで、はい、当然採用は圧倒的に有利ですからね、うんうんうん、から信用ってことですよね。でも結局信用ってまあお金じゃないですか、要は、お、結局信用、ホリエモンも言ってますよね、その信用、お金っていうのは信用だみたいな、うんうん、はい、信用が特に集まるっていう。ただ今の話で言うと、その学歴が今その基準になってると思うんですけど、今後 AI の発達で例えばこの人の貯蓄とか資産とか、あと育ちとか、うん、そういうところなんかどんどん人がスコア化されていくじゃないですか、はいはいはい、その信用とか、あの中国とかだと入ってるとかあると思うんですけど、うん、そういうのが入ってきたら学歴ってそこまで必要ないのかなともちょっと思ってきたりもしますし、え、学歴の何点とかになるんですか。あ、そうですね、なんかその要は今のその学習歴みたいなのになって、その人のなんか育ちとか健康状態とかそういうのが全てその人をなんか得点化することができるんですよ、はいはいはい、そのいろんな、まあ、恋愛とかあるか分かんないですけど、うん、資産とか家とか住んでる場所とか、うんうん、あとその財務状況とか資産とかそういうので、うん、で全部スコア化できると、それが要は今できないんで、その学歴っていうのが信用として成り立つと思うんですけど、で別に高学歴なんてやばい人たくさんいるじゃないですか正直、まあ、たくさんいるというか、そういう人もそう AI だとしっかり判断できるんで、そう学歴の代わりにもなるんじゃないかみたいな、まあたくさんいるというか、まあやばい人はどこでも一定数いるけれども、はいはい、高学歴だと話題になる、いや話題取り上げられるっていうねメディアで、はい、そのせいでね、なんか慶応はみたいによく書かれるんですけど、はいはい、そんなことない、はい、そうですね、それは慶応って出せば話題になるからなわけで、うん、そうですね、それは割合的には少ないと思いますよ、はい、まあ、ただまあそっか、モテちゃうから、はい、欲望にまみれた人はそういうのあるかもしれないですね、確かに、うん、ですよね、うん、だからまあ、まあ、ちょっと今森さんと話して、ちょっとこれ正直最初はどういう着地になるかも決まってないって話なんで、まあ、ちょっと今結論できてるのかですけど、まあまあ、学歴、まあ、信用っていうのはよく言われる話じゃないですか、はい、まあ、信用は、まあ、お金だっていうのも、まあ、よくいろんな人が言ってると思うんで、学歴ってなんか本当にこの使い方次第でどっちにも善にもなるし悪にもあるんで、まあ、ちょっとお金に近いのかなって今ちょっと認識になりました、まあ、僕の中で、まあ、善っていうのはこういう感じで今言ってる、はい、悪はどんな感じ、悪はだからコンプレックスになってしまうとか、自分の求めてもと、まあ、結局それを手に入れても、じゃあそれで次また新しい欲望も出てきますし、そうですね、はい、自分にマイナスの影響もあると思うんです、学歴を追い求めすぎると、うん、
はい、まさにこれ手に入れられる人の方が圧倒的に少ないんで、ね、いやそうなんですよ、そう狭き門なんで、うん、高学歴を手に入れるって、はい、なのでこう YouTube だとやっぱ高学歴の人がいっぱいいるんで、うん、自分たちもそうなれるんじゃないかと、はい、思ってね、うん、こうやっぱ学歴マウント的なコメントをこうバーッと書いたりとか、はい、そういう人もいたりして、はい、そうなるんだと、うん、漠然と思っちゃってる人、はい、結構いるんですけど、まあ、まあコメント見ればあこの人頭があんまり良くないんだなっていうのはすぐ分かるんですけど、はい、やめろ、もう間違えた、今間違えました。でもそういう風にもう取れるもんだとだと思っちゃう。で受験が終わった後にやっぱコメントしてくれる人いますね、はい、できるもんだと思ってたけど、うん、そう簡単にはいかない、そうなんですよ、本当に美山がいけんだから早稲田がいけるだろうと思ってたけどマジむずい、マジ早稲田むずいとかってよく言われます、はい、ね、もうコメントとか見てて慶応の文学部簡単だからっていっぱいあるから、はい、なんだ森鉄大したことないと思って受けてみたけど全然ダメだったっていうやっぱコメント来るんで毎年毎年、そうですね、そう簡単にいけるもんじゃないんです、はい、そうですね、逆になんか学歴が手に入らなくても別にそのなんか自分否定する人は全くないし、そう自分の今いるところからはしっかりなんかやっていくっていうなんか、うん、ところが重要かなと思います。大学入った人たちはやっぱ、ね、英語の資格とかで、ね、うん、取り戻すというか、まあ、自信に、ね、はい、繋がるようにやってほしいなとは僕は思ってます、はい、いつも。あ、そこに関しては僕も今もしゼロベースで何かやるんだったらそれこそやっぱり英検1級取ったりと か, なんかプログラミングやるとかそっちに全振りして、うん、そっちでなんかインフルエンス出して生きていきたいと僕は思いますね、はい、ちょっと英検教えてくださいよ。そう英検ね、はい、取りたいんですよ、英検取りたいですね、やり方を、はいはい、ぜひちょっとやってください、はい、まあ、もしかしたら見れるかもしれないですよ、はい、ヤマビ英検一級への道、おおいいですね、ちょっとそう英語コンプレックス、いやそう英語コンプレックスがある、そう英語コンプレックスはめっちゃあります。僕親父が英検一級で英語の仕事してるんで、で僕やっぱ海外で仕事したいっていうのはずっとあるんですよ。そうなんです、ね、そうでまだ諦めてないんで、いや僕英語コンプレックスめちゃめちゃあるんで森さんマジ尊敬してます。英語できるようになってもらって、はい、やっぱロスでこうカリフォルニアでこうねハーレーね、ハーレー乗り回してるところ見たいと思ってるんで、ちょっとダサいですけど見たいですね、はい、そうやってもらいたいと思うんですよ、はい、コンプレックスのちょっと負の部分はあるね、はい、まあ、結局はお金のように、そうですね、はい、善にも悪にもなるっていうのがちょっと結論でした。はい、ということで今回は山見先生の思う学歴論を取ってもらいました、はい、編集で上手くなってると思います、はい。